館有名なんです。いちご大福買いに来ました、これから長屋秘書と一緒に食べたいと思います。見て、いっぱいある。いっぱい入れます。見て、これいちご大福が有名だって聞いたから、これだ、これ。あ、これですか。あれ、いちご大福で、こっちもいちご大福で、なんで値段が違うんだ。大と小、大と小か。どうぞどうぞ。え、どうぞどうぞ。売らない感じじゃん。いや、これ食べさせて。これが大きいやつ。あ、しばちゃん、これ小。これが小なの。そう、今日でかいですね。小で、今日大きいの。普通、これが普通なの。これ店で売ってるやつ。お金払うわ。いや、いいって、これ食べてる。食べてる。ほんと。どうぞどうぞ。じゃあ、しばちゃん、いただきます。あ、どうぞ召し上げてください。いただきます。どうぞ。うん、うん、あ、でかっ。果汁がすごい。美味しいだな。甘い。ん、これあんこがわからないよ。そうだよ、あんこ薄く作るだもんね。それでうちは全国にダーッと出てる。これじゃあ、いちごの甘さってことはもう甘いな。そう、あんこがほとんどわからないでしょ。ちょっと鳥肌立っちゃった、おじちゃん。ほんと美味しい。大阪だとかね、東京だとかね、これ大阪、東京だとか、それが本当だよ。これは、いちごを食べてる感じ。北海道ほんとに美味しい。ようやく食べてみ、食べてみ。いいすか、いただいて。じゃあ、これが普通なんですね。うん、そう、普通サイズ。いただきます。普通サイズはね、こういう特別大きい時もあるし、あ、美味しい。そうでしょ、そのまんまですね、本当。そう、すごい。あのね、あのうちのイチゴはね、あれだよ、3歳児を標準にしてるじゃん。小さい子はね、食べて口パッて入れて、あんこだとダメでしょ。イチゴだったらパッて入れや、ね、イチゴだって食べるじゃん。3歳の標準にやってるもんで、特別大きいイチゴを使うじゃん。3歳の子がパクって食べられるように。そう、食べてすぐとイチゴ出るようなやつを作らなきゃ。そうすればこういうふうにパーッと売れるじゃん。パーッと売れてんだ、おんちゃん。わかった、私ちょっとこれ広めるわ。ずっと来たかったんだわ。ありがとうございます。やっと来られた。1番はいちご大福、2番は何？いや、今ね、秋だったら、栗きんとん、栗きんとんからこれに変わったじゃん。栗きんとん食べたかった。栗きんとんがバーダルじゃん、実は、毎年。え、もう終わっちゃったの？終わった。ついついね、変えてくもんじゃん。そっか。メインは栗きんとんといちご大福で、うわっ、ギャーって出した。私、栗きんとんといちご大福決められないほど、どっちも好き。じゃあ次は秋に来るわ。うん、秋に来る。ありがとうございます。どうもじゃあ、これね、買っていただいた方にはちょっとしてもらうの。なんか、ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。京都で一回バイクするのがこういうのね。すいません、もう誘導までしていただいて。おーじゃあ、ありがとうございました。また来ます。ありがたや、ありがたや。今日実は長屋秘書、一人で随行初日なんです。おはようございます。どうですか。いやー、ハラハラドキドキですね。こっちのこっちの言葉や。これだ。はい、そうですね、もう僕も自分も不安ですもん、本当に。そうだよね、本当だよね。傭兵がテンパってるのが分かったんで、ほぼお母さんの気持ちで見守ってましたけど、いちご大福買いましたんで、いちご大福はさっき2人でね、店で食べさせていただいたんで、これさ、洋平もらったものか食べてみよう。食レポこう修行。一番苦手なやつですか。長屋署の食レポ修行です。じゃあ、それでは、はい、亀中さんのモナカをいただきます。亀忠さんが亀中さんか迷ってさ。あー、確かに。だってネットに亀忠、なんかね、はい、中
中次郎さんだったのかな、先代が。あから取ったんだって、中。へぇ、あ、ほんと中って書いてあります、ね、あ、ほんとだほんとだ。あら、かわいい。表は何でしょう。川、あ、亀じゃな、亀。あ、亀ですか、亀だよ、亀だよ、見して見して。亀ですかね、これ。絶対亀だよ、亀。そして、中。中。もう一回。亀、中。あ、素晴らしいですね。気づかなかったです。食べて食べて。じゃナイス食レポね。ちょっといただきます。あ、半分くれないんだ。あ、こっちはあんこ、やっぱり入ってますね。おー、たっぷり入ってるね。ごめんなさいね。なんか、いいよ、何も考えず食べちゃいました。そういう、そういう、いいとこいいとこ、余平のいいとこ。美味しいですね。美味しいです。うん、甘い。甘い。うん、小豆たっぷりです。小豆たっぷり。うん、そうですね。また食べたくなりますね。甘いもん好き？あ、大好きです。あ、そう、うん、何でも。あ、この22歳長屋秘書の修行は続きます。今日の兄弟チャンネルは、亀中さんのいちご大福および